かがでしたか。毎日飲んでた時は、はい。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今ですね、このカルノパワーさんのところに来てます。どうも、ありがとうございます。はい、早速読ませていただいております。嬉しい。昨日の夜飲んできました。忘れずに昨日の夜飲んでくださったんですか。はい、もちろん。はい、ちょっと違いました。ね、今朝はね、はい、気持ちよく起きれてますけどね、それがこれなのかどうかちょっとわかんないですけど、これが続けばって感じですよね。亡くなった時にちょっとしんどかった、うん、これの可能性が。あ、はいはいはい、嬉しいです。 なるほどね。これが飲むのをやめると、うん、そのまた反動が返ってくるわけだ。あ、そしてあ、これじゃんみたいな感じね。怖い。あ、それいいですね、うん、あ、よくないかもしれないですけど。いや、だからもらってるやつをもう終わって、うん、終わった時どうだっていうのを見ればいいんだよね、はい、うん、そこが分かりにくかったからね。そういうのいいですね、それ、うん、そのね、じゃあいきなり明日やめるとかじゃなくて、回復はしてほしいので、ある間は飲み続けていただいて、終わったら、うん、はい、あれ、うん、そうそう、もらった分は全部飲みます、うん、はい、お願いします。ぜひぜひぜひ、はい、みんなやっぱりね、飲むの忘れたってなるんですよ、いやもう昨日飲んでくださったって感激です。はい、いえいえ。寝るっていうか、ベッドまで上がるところの階段に置いといて、あったあったと思って、これ飲まなきゃってね。そうですよね。じゃないと忘れるから、絶対。うん、そう、僕もね、いろいろサプリは持ってるんですけど、うん、大抵忘れるんで、飲むの。そうなんですよ、うん、だからちょっと今飲んだよって。そんな感じです。はい、実はね、昨日来たんですけど、昨日来てね、もうあまりにもね、関西弁の お姉さん、おばちゃん、関西弁の関西弁のおばちゃんがもうむちゃくちゃ面白いんで、ちょっとね、印象的だったんでね、もうそればっかり頭残っちゃってだけどね、ちょっと1日だけ飲んでみたんですよね。で、またこの後ちょっと続けて、なんとね、やめてからが疲れてくるらしいんですけど、それが体感できたら嬉しいなと思って、ちょっとこれから試してみようと思ってますね。はい。ちょっともうなんか抱えてますけど。そうそうそう、鳥なんです。ですよね。うん、そう。大阪にはなんかこう歩いてましたよね、大阪の時は。はい、今日もね、11時だけ歩いてたんです。そうなんですよ。歩いてくれました？歩いてんだ。あ、気づきませんでした。うん、これのでかいのが。これなんか頭がこう。はい、こうかの、これを飲んでくださったんですよ。ああ、はいはい。うん、そう。ね、ああ、はいはい。そういう感じなんですね。なるほど、なるほど。はい。はい、そんな感じでね、これからちょっとね、自転車乗りと相性がいいので、このサプリメント。そうなんですね、はい、結構使ってる方って多いんですかね、これ。だいぶ関西では、関西の会社なので、うん、関西の会社なんですね、はい、うん、じゃあ皆さん関西弁でいらっしゃるみたいな感じ。全員スタッフ関西弁、関西弁で、はい、東京に行っても名古屋に行っても関西弁でよろしくみたいな感じ。東京線に行くことでどんだけ浮くかどうか聞かないのか。なるほど、なるほど、なるほど。行かれるんですか、最近。東京にも行ってまいります、はい、初めてです。あ、そうなんですね。僕も実はもうチケットを買ってあります。そうですか。もしよかったらまた会えたら、また言ってもらっていいですか。はい、そう、あ、結果をお伝えできますね。やった、結果をね。とか、はい、ぜひぜひ結果をお伝えします。お願いします、はい、楽しみに行きます。はい、はい、何を言ってんですか。はい、あの皆さん、はい、藤本さんです。こんにちは。はい、ね、昨日見ちゃいましたね。どうしたのかなと思って、これは見とかなかんかなって、なんか来るって言ってたしと思って、もあれはエイプリルフル、はい、なんですか。いや、これ嘘です。本当です。嘘の本当なんですよね。そうなんですよ、はい、今日も結構ね、皆さんね、コメントしたよとか言ってくださって、温かい、生温かい目で、ああ生温かい感じ、ね、目で見てくださったというか、はい、そうやったんですよ。今度また一緒に、ね、今日、あれからまだ言えないけど、そう、一緒に行こうか言うてですね、はい、楽しみな感じで、そうやる感じでね、ね、めっちゃ楽しみですね。で、今日試乗しました、はい、いや、してないですね。今日はしないでね、パーツとか見ようかなと。で、明日を乗ろうかなって。2Day。そう、2Day と思ってるんで、はい、もうそのために来ましたからね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。
ちょっと行きます。これに大丈夫、ここだけで大丈夫ですか。うん、そう、どっか行きたいとこありますか。特にない。今日は何、あの、一応どっかの一応出店。あ、出店してんの。あ、よかった、カルノパワー来てもらったらあかんすかね。ああ、あの、そこはね、もう行く予定なんですよ。あ、いいですか、いいですか。あの、名古屋でいっぱいもらって飲んで、はい、あの、今日報告に行くっていう、そのそういう流れなんですよね。っていうのはね、ちょっとあの、アニマルさんのところで告知していいかわからないですけど、カルノパワーさんが、YouTube 始めるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。おうおう、はいはい、別に怪しいチャンネルじゃないんで、あの、反社会勢力とかじゃないんで。何ですか。で、あの、今日それで、あの、みんな登録してねみたいな感じで、はい、僕ちょっとお手伝いに来てる。あ、そういうことですか。あ、じゃあカルノパワーに就職、また再就職されたというか。あの、お手伝いですか。あ、そうですね、お仕事いただいてる感じで、はい、なんか知ってる人がいっぱい働いてるっていうのをちょっと聞いて、この間行ったの。そうそうそう、この間ね、もうやたらと、あの、ちょっと元気なおばちゃんが一人いて、そう、はい、うわー、しゃべっと、キリさんやないですか。うわ、あんま、これぐらいの感じの元気なおばちゃん、うわー、名古屋でしょ、名古屋でしょ。そう、名古屋で、な感じで。今日も来てらっしゃるんですか、ね、今日来てますけど、まだわーってなりますよ。そうそうそう、前やったこと忘れて、もう一回、わーって。いや、多分ね、あの、2回や、2日ともあって結構喋ってるんで、多分もう報告しますって言ってあるから覚えてんじゃないかな。アニマルランドさん来たよっていう報告はしてましたよ。あ、そうです。はい、あの、来られましたっていう。あ、はい、もうね、そうですよ。はい、そうそうそう。じゃあ後でまたブースで待ってますので、あっちのブースなんですね、はいはい、また今度ライブ配信とかも呼んでくださいよ。あ、はい、え、ライブ配信呼ぶの。ライブ配信 やられてるんですよ。やってるやってる、うん、そうそうそう。え、呼ぶって何、うち来てよみたいな。そう僕がアニマルさんとこ行って。あ、本当に。何もやだよ。いや、OK なんだけど、全然 OK なんだけど。ぜひ呼んでほしいな。いや、もう来てほしいみたいな。定期的に やられてるから。あ、もう毎週金曜日やってて、うん、そう、もう3年以上やってるから。毎週金曜日、もう、もう、いな、こんなに続くとはみたいな。継続は力なりそう。そうそうそう。はい、そうなんですよ、ええ、はい、じゃあまたコラボしましょう。はい、しましょう、はい、はい、元気に行きましょう、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またブースで、はい、はい、いた、元気なおばちゃんいたよ、いた、おばちゃんです。はい、はい、名古屋から、あの、あの時から飲みました。どうですか、まだ飲み続けてます。いや、あの、もらったやつだけ飲んで、で、藤本です、はい、一緒に言ってみましょうか。うーす、そう、一緒にビスあるかな、もらったのが結構、あの、もらっちゃったから、それで最近まで、だから今週の頭ぐらいまで飲んだのかな、うん、で、それで一旦やめないといけないっていうか、はい、やめて、はい、って、うん、めっちゃ覚えてくれたんですよ。そうそうそう、一回やめないといけない。そう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 、で、うん、来ました。はい、はい、その一回やめて、いかがでしたか。はい、あの、まず毎日飲んでた時は、はい、毎日朝立ち。朝立ち。今の助けに来てくれない。という感じで、はい、で、やめると、はい、あれって。そうですね、そんな感じの効果でしたね。うん、いや、あのね、いや、起きるの、朝起きるのはね、すごい良かったですよ。うん、あ、これいけるな、みたいな。そうそうそう。そう。そうそうそう。うん。効果ありました。うん、そう。ちゃんと、あ、ちゃんと、一回やめてもらって。はい、ええー、そうそうそう。ヒリさんのパワフルな接客が、すごくアニマルランドさんに響いたんです。そうそうですね。はい。すごいました。はい。そうなんですよ。恥ずかしい。はい。こんな感じでしたよ。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、鼻じゃないんだこれ。ちょっと結構怒ってましたよ今。あ、マジですか。まあ、この野郎。もうそう、そういう扱い方されてますよね、完全に。そうじゃないよ。はい、よかったね、アニマルさん。今日初ですね。はい、東京で初です、この時間。あ、そうなんだ。いるとは思ってたけど、うん、そう、名古屋でも会えなかったんですよね。また会えた。はい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 。
映ってますよ。蹴飛ばしたりとかしたらダメですからね、映ってるからね。そうだね。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうかね。僕もね、その後購入してね、購入して、使ってますけどね、いい感じですよ。はい。あとね、元気なおばちゃん。まあね、元気なおばちゃんって僕言っちゃってますけど、淵上桐子さんっていう方で、まあ有名な、もう知る人ぞ知るアイアンマンの方です。はい。もう元気なおばちゃんとか言っちゃってね、まあ、大変失礼しちゃっております。はい。はい。そんな感じにね、すごい方なんでね、多分ね、お名前、淵上桐子さん。ね、ここ書いておきますけど、これで検索していただくと、出てきますんで、それぐらいの方なんでね。はい。見ていただいて、ってみんな驚いていただきましょうっていう感じです。まあ、知ってる人もいっぱいいるでしょうけどね。はい。そんな感じの方ですよ。もうね、かなりガチでやられてる方です。まあ、その方が使ってるっていうんでね、まあ、かなりいいんじゃないかなっていう気はします。うん。僕もね、使ってみて非常に良かったんで、結局自分でも購入して使ってます。はい。ではね、最後はね、名古屋で、3人でね、エンディング撮ってますんで、そちらで終了します。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。ありがとうございます。こんないいところに入れてもらえる可能性が、エンディングのいいところに。全然、もう全体面白いんで。M&M では他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。